俺はこうやって映しながら行けばいいってことですか。え、なにコウスケもちゃんと。あ、これもう映ってんだ。あ、もう映ってるよ。手疲れんな、これ。キャンプここまでどうですか。どうですか、コウスケくん。お前に聞いてるよ。いやー、どうすかね。めっちゃ充実してますよ。怪我なくみたいです。コウスケくんはしんどいです。しんどいですはいはいはい。同部屋を、あ、もう一回いいですか。同部屋誰ですか。同部屋は誰ですか。そしてどうですか。はい、コウスケくんから。山下くん、コウスケくんから。同部屋誰ですか。ひろかずです。最高ですというと。いいや、ちゃんと後輩します。ちゃんと後輩してる。はい、小野瀬選手です。あ、いいじゃん、それ一番最高。もうね、俺がいい後輩やってますよ。おー俺はガンちゃんです。あ、ちゃんと後輩してるね。ちゃんと後輩してます。なんか最初どうなるかと思ったけど、まあ今ってなって、まあまあいい、いいっすね。全然入ってないよお前いや最初なんか結構俺綺麗好きだからとか言ってて、今結構部屋汚くなってるからいじってたのそれ。そう、ネクスト。キャンプで一番の収穫は何ですか、小野瀬選手。節約今月のカードの支払いが一番少ないかもしれない。え、ちなみに先月いくらだったんですか。言えないです収穫、なんだろうな、やっぱ新加入なんで僕らも、やっぱいろんな選手とコミュニケーション取れてるなっていうのが収穫ですかね。はいはい、真面目はい、ネクスト。キャンプ中にこれやるぞと思っていることは何ですか。あと4日間で、あと4日間で帰る支度っすね。なるべく早めに帰る支度。キャンプ中にこれやるぞ、あ、特にないっすね。怪我しないぞ。意味わからないです質問の答えになってないんで次で、あの、お互いを紹介してください。じゃあ、あんまよく知らないんですよねこの人のこと。俺もっす。俺も。いや、結構ガチで知らないです。はい、入ってます。小野瀬選手だけ映しておけばいいんですよ、まあ、確かにそれはある。言い過ぎやろ、俺だけ。じゃあ、あのいいとこと直してほしいとこ、うん、お互い、はい、お互いの。終わんないっすよこれ、コウスケさん直してほしいとこなんだけど俺が多いってこと。多い多い直してほしいとこあるでしょ。いや、でも結構いじめとかなっちゃうからケータの場合じゃあまずいいとこから行く。いいところはなんだろうな。いや、そんないっぱい出さなくていいっすよ。何個か出てる。いや、じゃあないからさ。言い過ぎやろ、いずぎゃろ。ちょっと絞り出してんの今。コウスケくんのいいとこは優しくね、なんかご飯おごってくれるかな財布かお前俺はケイタのいいところはジュースおごってくれること。ああ、そう、コウスケくん、なんか小銭もだらない。あれ何だっけ、あれあれ何でしたっけ、こうカン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 ってやるやつ。アイスホッホッホッ、ゲーセンであったじゃないですか、ゲーム。あれ勝負しようってやったんですよ、二人で。俺勝ったんですよ、うん、売店でおごってやるよとか言って、うん、俺の財布取って、俺の財布から払ったんですよ、それちょっと先輩としてどうなのって思ったんですけど、で、それまだ帰ってきてないっていう。わかんない。寒い中お疲れ様です、日々のお仕事。思ってないこと言っちゃダメです思ってないってどういうこと。お前それ良くないよ。はい、これからも応援してもらえるように頑張るんでよろしくお願いします。はい、はい、みんな、いい準備できてるんで開幕楽しみにしといてください。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。